さっきの男もその一人。僕たちは一緒にいる。来てるドアの黒目なのか、その石を狙ってるのか。この中に入れたの。この石の力が私ちっとも強かった。あれだけ昔から家に伝わってきたもので、母が死ぬとき私のことに、決して人に渡したり、見せたりしちゃいけないって。僕ら、二人とも親出しなんだね。ごめんね。私のせいで、竹をひどい目に遭わせて。ううん。自分が空から降りてきたとき